かな。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、体力体力、危ない。キャベツ、そして食べる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、さあ今回はあったか風呂を作っていかなければいけないのね。木材の壁が22個、板の床が24個。木材の壁、なんか早速日が暮れそうな気がするけど気のせいかな大丈夫かな。これは22個やね。ってことやけん、3つ3回分作って、あ、一応これあれか。なんか個数、必要な個数が書いてあるんやね。これ作れんやん。え？サイトが必要な？サイトって読むんかわからんけど。わからんけど。で、これが3つと、え、それは何でゲットできるんやっけ？普通に草を買ってきたらいいんかな。両手机1個、机？机とか椅子やった。椅子やった。全然違ったわ。机なんかいらんよね、お風呂に。五右衛門風呂。これ木材がいるんか。木材はどうやって作るんだ？作る？いや、作るんなら簡単に作れるやろ。自分が何を言ってんだか全く。あ、そして、これが4つ。風呂系？これが4ついると、たらいやった。たらいやった。で、壁掛け道具もなんかいろいろといるんよね。石材と、あれ？木材は？普通に何かを壊してゲットするんやっけ？なんかこの辺も必要なんやけど、あ、草糸がいっぱいいるぞ。よし、取りに行きましょうか。この辺の草をさ、買ったら出てくるんやないん？違う？あ、間違えた。めっちゃ普通に間違えた。あ、ココアどうも。これ草糸じゃないの？あれ？草糸は作るもの？作るものですか？石材もいるんやったっけ？と、まあ、とりあえずなんか、これ枯れ草やんね。え、普通に枯れ草やんね。え、これは？あ、何もない。何も残らない。この辺のやつは壊したらあれやね。石材になる。あれ？石材じゃないね。ただの石？あれかな？石材は作るんかな？よいしょ、よいしょ。今まで結構さ、移動中にいろんなものをこうやって壊して取ってきよったけど、いまいち何を壊せば何ができるのか、全然把握ができていない。あ、あっちの方になんかびっくりマークあるな。あのびっくりマークは何のびっくりマーク？なんか言われとったっけ？なんか言われてましたっけ？え、こっちの方向？あ、こっちの方向いけるんか。待って。違う。あれは一体、え？どこ？水だよ、こっち。こっちから行くんじゃない？なんかぐるっと回っていくとかそういう感じじゃないのか。え、違うのか。とりあえず、ね、地図の方向的にはあっち向きやけど、こっちから行かんとたどり着けんような気がする。え、それかなんか船が必要とかそんなことあります？もしかして。なんかめっちゃ、あれ？水。え、めっちゃ水。これ海じゃね？え、行けんやん。なに？怖い。え、なに？怖い。行けんやん。あ、てかこの建物？この山、崩したら石材になるんじゃない？ならない？え、なる気がするんだけど、どうよ。この辺ちょっと崩そう。あ、違う。痛い。待って、気づかなかった。でしょ。機材じゃないな。大丈夫？ここは。ほら、こっち。とりあえず通れる場所を通っていこう。先頭は君に任せるよ。指導。あ、腹が減ったんよね。大丈夫？邪魔だから。
小麦は持ってなかったんやっけ、私。持っとるよ、小麦。ほらほら、あるある。どう？この、君じゃない。あ！どう？ほらほらほら。え？渡せないのか。うわ、渡せないんすか。この辺のデカめの岩とかやったらなんか機材になったりとか。これ違うな、石だな。ただの石ですね。どこに何が。これはこれこれ、え、木材になった。あんな小さい枝が木材になるのか。この枯れ草は、これこれ。あ、これは枯れ草だね、ただ。あ、そっか。これはもう名前の通り、枯れ草ですね。あれー、東は先祖。いや、逃げます。やめてよ。ここまで戻ってきたけど、え、今まで私、石材はどうやってゲットしていた？めっちゃ疑問なんだけど。これは？あ、なんか登ってきたわ。この辺とか石材じゃないの？え、壊せない。え、壊せないよ、これ。え、どういう仕組み？ちょっと。これなんで壊せないの？どういう仕組みなの、これ。いや、離さないです。全然壊せんやん、怖っ。なんか、謎の物体や。何かしら謎の物体や、怖い。あ、この辺か？もしかして。どう？あ。ん？ただの石ですね。あれ？ただの石だな。ここって何やった？来たっけ？別に来たことないとこか。え？何あれ？何あれ？なんかあるんだけど。ハーッピアー。よし。なにこれ、置物？なんかあったんだけど。お、え？なにこれ、話せないの？話せないっていうか。これは壊すものなの？看板？これ。え？なにこれ？あ、持ち上げれた。え、持ち上げれた。これはお持ち帰りできますか、もしかして。え、お持ち帰りはできないのか。え、なんか書ける。なんか書けるよ、これ。ってことは、これを持って、これを持って、どこかしら、どこかしらっていうか、あれだね。拠点に、ワープしますと、え、これ持ったままワープしたら、ちゃんと持ったままつくんかな？どうなんやろ。持ってる！やったー！やったーなんかどうかわからんけど。よいしょ。はい。やったー、なんかゲットした。なんかゲットした、やったね。で、ちょっとまた、向こうの方向にびっくりマークがあるんよね。ワープ先。あ、ってことはなんか、下の方に、この辺？湿地の入り口あたりに行けばいいんかな。あ、あれもしかして、あれ？リリパッドのやつかな？なんか酔ったよね。はい、こっちの方向に飛んできました。で、あ、なんかこの辺取れるんじゃない？これ何やった？あ、これや、これこれ。ありがとう、指導。ってことは、この辺でまあこれを大量に借りまして、サイトやっけ？借りまして、これをゲットした後は、また石材はどうやるんだ？石材作れんかったよね、別に。よいしょ、よいしょ。はい、ゲット。え？で、びっくりマークあっちの方向か。リリ、いててててて。いてて
ってってって。じゃあちょっとリリパッドを求めていきますかね。何か情報があるかもしれないし。何これ、なんか宝箱がある。あ、何、ココアは宝箱にも反応してくれるの。お、中身はなんかわからんけど、種見つけたよ、また。なるほど、種に反応したってことかな。あ、これや、リリパッド。どうも。おうおう、人間、教団の信者にしては生き生きした顔だな。誰なんだお前は。教団の信者はみんな何、死んだ顔してんの。おう、お前ビルダーなのか。農園で新しい胎児を育ってる？日々の種について知りたいって？日々のことは知らねえが、ものづくりが得意なら一つ頼まれてくれ。俺はリリパッド族として、腐った土を緑の草原にしようと地道に活動中なんだが、緑を作る草原のもとをハーゴン教団のマドハンドに奪われちまって、どうにもこうにもいかねえんだ。頼む、湿地帯にマドハンドから草原のもとを5個ほど取り戻し、俺のそばの腐った土を草原に変えてくれ。おお、草原に帰れるようになる、これで。マドハンドを5体倒すの？どこや、マドハンドさっきいっぱいおったよね。確かあっちの方に。マドハンドやー。あれ、さっきまでなんかこの沼の中にもおらんかったっけ。あ、上におるおるおる。おいし、おっしゃ、こいやーって言いつつ、私から向かっていく。いいいいいい。普通にこれは剣の方が早いっすね。おお、やった、なんか落とす、めっちゃ落とす。全員が落とすわけじゃないんか、クソ。マドハンド、あ、いたいたいた、手招きしてるよ。行きまーす。間違えた。なんなのこいつら、自分からは向かってこないの。何、私が一方的に悪者みたいなさ。これで何個なった？ 5 個になった。待って、5個あるやん。もういいんじゃない。キャベツ持ってるけど私。よいしょ。しまっとこう。え、5個って言ったよね、確か。違った？何個？あー、そっかそっかそっか。びっくりした。何のマークかと思った、一瞬。はい、草原の元使いますね。ここで使えばいいんかな。草原の元、取り出しまして、あ、この範囲。あ、なるほど、そういう感じなんや。この範囲に、おー、すげえ。君が立ってるところもなんかちょっと色が濁ってるからさ、変えたいけど。どうよ。お、草原の元とやらは負けたんだな。巻いた巻いた。素晴らしいよ、これ。これで願いを叶えたはずだ。リリパットに教えてやろうぜ。見えてるだろう。普通に考えて。おー、腐った土を草原に変えてくれたんだな。いいな、やっぱ、草原はいいな。草原の元を地面に巻けば、その名の通り、そこが緑の草原になるぜ。ついでに土も綺麗にできんのさ。昔この島には、大水がうじゃうじゃいてな。草原をジャカスカ作ってたもんさ。ジャカスカ。草原の元と何か素材があれば、草原団子ってのが作れるらしい。そいつら草原がどかすかできるらしいぜ。草原の元、え、草原の元でもできたんよね、今。なんか違うんかな。そもそもこの島は、リリパッドとオオネズミ、人間、そしてオオミミズが仲良く暮らしてたんだ。でもってよ、そこにイニシエのビルダーも一緒にいたらしいぜ。まあ、もっとも、お前みたいにのほほんとした顔じゃなく、凛々しい顔のビルダーだったらしいがな。顔はほっとけよ。この島は昔あった大樹が枯れて、今のありさまになっちまった。なあ、ビルダー。お前が島を冒険中に、もし大水に会ったら、よろしく伝えてくれ。いつかまた大水族がこの島を緑でいっぱいにしてくれることを、リリパッド族は夢見てるってな。お、ってことは、ミミズに言えばいいってことですね。オッケー、オッケー。お、なんか思いついた。アラパ、新たなレシピ、アラパやって。草原団子。草原の生命力に満ちた団子。地面に置くとミミズが土を草原にしてくれる。あ、結局するのはミミズなんや。よし、これで。これでまあ、リリパッドにも会えたということで。いや、あれ、ん？あの建物は一体何？あ、なんかでっかいオークがおるんやけど。ほら、あの建物は何？え、行ったことあるっけ、あっこ。あ、ここ？あれか。え、違う？宝箱がある？どこ？なになに？あ、光った光った。あれやね、ちょっとあんまり騒がないで、オークに気づかれる。おー、なんか種がいっぱい。やったね。
もうなんかここ一時的な避難所みたいにできるね。ほら、料理もできるし、やったことないけどまだ。あれか。おもがいはやったことあるね。空っぽ島かなんかで。で、ここで寝ることもできるっぽい。いいね、いいね。ちょっと多く挑んでみる？いけるか。ああ、怖い。あ、でもなんか特に、ああ特になんかあれなんやね。ボス的な感じとかではない。こいつは骨が折れそうだな。いててててて。いててて。怖いよー。あ、全然当たってない。はあ。どうよ、どうよ。えい。やめて。今地面を破壊したはずなのに全然破壊されてないっていう。誰？さっきから横から攻撃してきてんの。あれでしょう、ナメクジみたいな。いや、ナメクジみたいなやつでしょう。邪魔だよ。うちはさ、ほら、真面目に多く戦っているというのに。お、はあ、お、でももう半分ぐらい減ってきたぞ。あれ？あれ？何もできてなかった今。へい。なんかね、ああ。ちょっと待って、ちょっと待って、体力体力。危ない。キャベツ。そして食べる。よし。これなんか定期的に出てくるんやけど、どこを押して出てきてるのかが全く分かってないよね。ああ。やめてよ。攻撃しといて言うけど、いやー、ちょ、待って、大変。大変だわ。はい、任せる。私、ちょっと、キャベツ食べまくっておくから。よいしょ。君邪魔なんだって。お、いやー、これあれかな。途中で寝たらさ、また1からになるとか、そういう感じ。あ、指導がやられそう。ウェイ。あーってやー。でもこれもうちょっとでやってくれそうじゃない。あー、私もやられそう。めっちゃやられそう。待って、待って待って、寝る。寝るから待って。これ体力元に戻っとるかな、敵の。そして寝る私を見つめる指導。はい、復活。これ寝て体力は回復しとんかな。あ、復活してるしてる。指導はちょっと微妙やけど。え、あ、相手の体力はそのまんまや。行くぜ。あれ。あ、あれ。いや。でもこの方法でやっていったらこいつはいつかやっつけれるっていうずるい、ずるいやつ。えい。お、いいぞいいぞいいぞ。おー、やっつけた。やったね。なんなの、あんな大物をやっつけてこれだけなの。指導大丈夫？なんか死にそうじゃない？こういう島の端っこには何かしらがあるっていう、そんな決まりは別にない。でも あそこなんか看板立っとる。めっちゃ冒険していくやつ。これ何？これ絶対、なるほど、ワカメか。ワカメ？昆布やっけ？昆布かな。あ、これ桃貝じゃない？懐かしの桃貝。はい。桃貝ゲット。あ、体力戻ってきた？よかったよかった。なんか水の中での動き超呪いな。こんなもん？こんなもんでしたっけ？なんかあっち側にも行ってみたいんやけどさ、あれあれあれ。絶対なんか行けるよね。ここ泳いで行けるんかな？ちょっと行ってみよう。冒険がてら。でもなんか強いやつとかおったら嫌やな。何気にこう足場があるけんさ。よいしょ。めっちゃ遅いけど。超絶遅いけど。ダッシュできる？うー、ダッシュ。できてないような気がする。してるようでできてない気がする。はい、桃貝ゲット。ありがとね。これあれかな？パズルかな？もしかして。上にある。とりあえず周りもちょっと見てみるけど、別に何もないね。あ、いいね、この冒険してる感じ。冒険というか探検というか。ん、ここ
何？何もないんだけど。看板だけ？連役の桃色の花は生命のきらめき。きらめきは岬より先の地に。どういうこと？岬より先の地？ちょっと何言ってるかわからないわ、私には。なんかよくわからんけど、でもなんかストーリーには関係してくる重要なことかな。なんか炎があるね。とりあえず、何あいつ、なんかめっちゃでっかいのおるやん。めっちゃでっかいのおるし、なんかすごいステージみたいな。とりあえず戻りますか。じゃあとりあえず、あれだね。どこや？これか。これで拠点に戻ります。はい。いや、一瞬で戻れるのは助かるわ。助かりまくるわ。あのカニのおるところもなんか何かしら関係がある気がするな。とりあえずこれで、適材はちょっとあれやけど、お、作れるようになっとるよこれ。暴言団子とやらが。何が必要なん？暴言の元と肥やし。肥やし？肥やしとは一体。とりあえず、クサイトが作れるようになった剣。これね。のれんの扉一個。そして、クサイトが作れるじゃない。クサイトで作れるようになった剣。で、あとは、あ、石材あれであったんか。ってことは木材がいるのね。なるほど。あと必要なもの。この辺も、あ、これも、三ついるんか。ちょい待って。はい。これで OK。あれってことはさっきのやつもなんか、個数足りてなかった？もしかして。足りとったかな？ OK になったような気がしてないんやけど。あ、のれんは OK なのか。あとはもう五右衛門風呂だけかな。木材があと4個必要。木材。木材、木材。この辺の木をぶったたけばよろしいのかしら。あ、枯れたやつにしとく？どうせなら。ね、葉っぱが生えてるやつじゃなくって。待って、よいしょ。はい、足りた。ってことは別にあんなとこまで行かんでもさ、その辺にいっぱいあったってことやんね。あ、でもそっか、草糸読み方わからんけど、草糸が、湿地の方に行かんとなかったけん。まあ、それは、やっぱり向こう行って正解やったんかな。えい、それじゃあ。これで作れるでしょう、五右衛門風呂。オッケー。よっ。よき。よきよき。ことで、あとは、それを並べていけばよろしいということですね。どういう感じ？木材の壁。半分が木材の壁？そういう感じなの。なるほど、なるほど。どこから？ここからかな。いや、もうこれは。お、消えた。こっちや。
あったかお風呂、イエーイ。のれんを飛び越す。え、ちょっと待って、みんな。え、完成してないのこれ。え、完成してないのこれ。ね、何が違うの？今日何が違うのね。ちょっと私にはわからないんだけど。何か足りてない？あれ？ブロック足りてないぞ。え、どういうこと？あ、これ違う。ブロックが違う。邪魔だから。邪魔だから。え、違う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 。違う。何？なんかやられたりしてないよね。よいしょ。ふぅ。なるほどね。ここが、あれなんだ。こっちだ。お、あ、違う。はい。はい。これで、待って。それを取りたい。あ、違う。違う。はい、取って。ふぅ、何がダメなのかと思ったよ、一瞬。あ、違う。はい。あ、これ完成って思いやった。乗れん。ふぅ、閉まらないな、まったく。はい。これでオッケーでしょう。小さいあったかお風呂。え、完成？え、完成したよね。え、なに？まだしてない？もしかして。なに？あれ、なんか足りてないぞ。ん？あれや。なにあれ、なんか袋みたいなのがいる。え、めっちゃ完成した気まんまやったのに。なに？なんか袋がいるよ。これ？え、違う、これ小麦や。これか！布袋。え、布袋私もしかして持っとる？どれ？あるやん！これや。くっ。もうお風呂部屋完成しとるやん。袋がないけんなんや。袋がないけんなんなんや。細かいぞ。はい、これでオッケーですか。え、まだ何か足りてないの？あ、ここもしかしてなんかブロック行ったりとかする？あ、ブロック一箇所足りてないよね。どこのブロックが足りてないのこれ。なに？え、わかんないんだけど。え、なに？あ、中にもあれや。ここにもいるということか。あ、ふぅー。見落としだらけだった。見落としだらけだった。イエイ！ふぅー、できたよ、やったよ。これでお風呂の完成やね。入れるようになったよ、みんな。素敵？よかった、よかった。え？はい、壺の上で喜んでる地箱。やはは、ありがとう、アイナ。設計図のお風呂部屋を作ってくれたんだ。これで体にこびりついて農園使をなんとかできる。本当にマジで苦労しいほど感謝だよ。そうだな。せめてものお礼として、少しだけならお風呂を覗いても許してあげるね。女だからね、私。え、そう、まさか本気にしちゃった？いやはは、あんたってばほんと素直すぎ。うん。もし覗いたら、指導くんにチクってお仕置きしてもらうから、かっこしてよね。逆に指導が覗いたりとか。お、なんか思いついた？お風呂に関係あるものかな？お、バスタオル。これ、装備？あ、なるほど、着替えるやつや。今度はなんか君が寄ってきたけど、どうした？はい、じゃとりあえず、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、何が足りんのかとすごい焦った。めっちゃ見落としまくりよったね。しっかり見んと。